新馬和歌集は南北朝時代に成立した順直線和歌集。戦者は宗永親王。講和元年12月3日騒乱。新馬集とも南朝方では二条派を信奉する天皇のもと、三360種歌や300番歌合わせなどが模様されて歌壇は活発だったが、北朝方で編纂された直線和歌集の風川歌集。 新潜在和歌集、新周囲和歌集には南朝の君臣による栄華が一切占入りされなかった。このことを嘆いた宗長親王が南朝方の和歌集を戦術戦と気としたのがこの新馬和歌集である。彼女や干末の臨時によればもともとは親王が自身の老いの心を慰めるための四川集に過ぎなかったがこれを知った。 長慶天皇から直線に順ずる、胸の臨時が、講和元年10月13日付で下されたため、新王はそれまでの内容を改定して直線州に、ふさわしい形に整え、同年12月3日騒乱に供したものである。先週がいつ開始されたかは明らかでないが、新王が、死がの大河原から、吉野入りした、文中三年冬が、目安となる。翌天寿元年には、 50番歌合わせや500番歌合わせが、天寿二年にも100番歌合わせや千種和歌が催されており、この頃の南朝歌壇の活況は、千種計画と表裏一体をなすものと言える。天寿三年七月に、新王は歌詞門院に対して栄華の提出を要請しているが、このことからも、当時すでに千種作業が進行中で処方に資料を求めていたことがわかる。 同年冬に新郎が再度品野へ下校した後は、加山の井長近などが、先週の実務に当たったとみられる。天寿六年新郎は、河地国山田に、いよいして先週に勢力を注ぎ、よく河和元年の成功にこぎつけた。全二十巻で、春、夏、秋、冬、離別、器量、仁義、借境、恋、像、愛称、がのぶたけからなるが、この構成は、 俗戦罪は過衆に近い。過数は諸本によって多少増減するが、約1420種である。時代は、現行元年から高和元年に至る、南朝三代五十年にわたり、皇族、帝神、皇妃、女官、僧侶など154名の鋭家を収める。最多は、仙台五村上院の御性百種であり、ついで仙者の新郎自らも99種が入るが、 これは選定を最多にするための配慮で、実際には読み人淵98種の中に、新能の絵が70種以上含まれることが判明している。戦者であると同時に、作品の質から見ても新能を抜きにして、本州を語ることはできない。15種以上が日周した歌人は次の通り。外しって皇族、苦行が多く、武家。 下級官人が少ないが、これは南朝政権の構造をそのまま反映したものと言える。南朝歌人は全て二条派に属するので、全体として特色ある作品が存在するわけではない。特に四季や恋などは伝統に沿った技巧的な映画、多いが、気流、像、愛称の映には、吉野朝の日かと呼ばれるような南朝の彗星へ著しい境遇の中で、 いかんとも挽回しがたい天命への悲風を込めた切実な助情を伺うことができる歌もある。平坦な二乗派風の底に潜む、こうした悲痛極まりない考えは、二十一大衆には、ない深遠な運王をこの衆に付与している。また、同時期に編まれた、人能正当期との対比で、人能正当期は、文の新馬和歌衆であり、新馬和歌衆は、歌の人能正当期であるとも言われる。 以下は、新体験門院が、五代醐天皇の死を悼んで読んだ二種である。成立事情から、現存する諸本も大別して二系統がある。すなわち、順直選週としての形を整える、以前の書道本と長慶天皇の騒乱に供された、際の騒乱本の二つである。内閣文庫本、吉水本、富岡本をはじめ、およそ写本は、騒乱本系に属しているが、 ルフボンである、上半本は、書道本系に属しており、松井本はこの系統の素本と目される。もっとも、双乱本系には、ルフボンとの競合で8種が書き入れられた、結果、計1426種を備えている写本も多い。ありがとうございます。